T 先輩です。ノクタン。T 子だよ、ノクタン。グリマーインミラー、続きをやっていきましょう。ここがもうすでに綺麗ですよね。まるで絵本のようね。まさに総称している口コミもありましたよ。数時間にも及ぶ絵本のようだったと。うまく言い表している引きのあるコメントだなぁと。ほんとね。さて、前回は少し長くなりましたが導入部分で、敵を倒すと反響します、つまりエコーを得ることがあり、これを装備することで特殊な効果を発揮することがわかりました。回復を落としてくれたり敵の弾を破壊したりね。はい。で、今装備したのがこれ。強攻撃のライトスプラッシュの方向を指示できます。え、すごい。その代わり威力は8割になるので、好みになるかな。でもこれなら真上とかにも出せるんだね。しかも狙っている時は強制スローになるのも嬉しいところです。これを利用して弾幕を避ける、なんて使い方もあるのかも。ああ、できなくはないか。弾幕があるゲームかどうかはわからないけど。そういうタイプじゃないか。今手に入れたのがおそらくグミで、多分回復アイテムだと思うんですよね。これも後で一回使ってみます。試してみないことにはわからないからね。はい。で、そのグミを手に入れたのがここで、この右上からセーブまで戻ったのが前回でした。というのもこの辺に全然セーブがないなぁと。そしたら隣にあるじゃないっていう。やっぱりそうだったんだ。それを教えてくれてたんですねー。なのにこっちに行かずにずーっと探索してたと。残念ね。これ、よく見るともうお気づきの方もいると思いますが、ここって降りれそうですね。ほんとだ。ほら、ここの左に何かありそうとは気づいたのですが、どうやら反対からじゃないと壊せないなと。それで終わっちゃいました。さっきのところから降りればよかったのね。おそらく、今までもそういう場所があったのかもしれませんね。なるべく気を配るつもりですが見逃しも多くなるでしょう。そのための再探索もいずれやると思いますけど。まあ今のところは細かく探しつつも先に進んでいこうかなと。足を止めてまで探すことではないってことだね。そういうこと。しかし前回もしこちら側に来ていたら、あのグミとか取らないまま進んでいたことになりますね。そういえばそうね。なので案外ぐるっと戻ったのも正解だったと言えるかも。おかげで回復だとしたら貴重なものをゲットできたしね。下に降りると戻れない場合もあるので、先に上を見てきます。それがいいね。この敵の弾を破壊できる能力が便利すぎるな。あ、ここは。この上から前回帰ったっけ？そうっぽい。じゃあ降りますか。残念ながら詳細マップはなさそうなので、ある程度で把握していく必要があります。そうだったね。全体マップみたいなんだけどなー。これ以上詳細にできないのです。ああ、これってセーブのことかな。なるほど、セーブのある部屋を教えてくれてるのか。あと一番上の右にまだ行ける道がありそうですね。ほんとだ。どうしようかな。でもここにもセーブがあるみたいだしもう少し進んでみよう。うん。この攻撃の方向指定はできないんだな。ほんの少し自動で狙ってくれるけど。そうなんだ。ですよね。まあ見てわかりましたけど一応狙ってみたら。そんなことも教えてくれるんだね。二段ジャンプは間違いなくありそうです。ただどこで使うんだっけ、というのは忘れそう。間違いない。ああ、この構造は、右のあれに押してもらうんだな。なるほど、
それを教えてくれたんだ。そしてあの子はなぜ逃げる？あ、どうも。褒められると照れます。嬉しいね。あ、また。二段でもきつそうなくらいだけど。セーブだね。おそらく強化アイテムだと思いますが、まだそのシステムを理解してないんだよな。そもそもどれを強化すればいいか悩むし、もう少しエコーを手に入れてからでいいかな。まあ優先して強化したい超便利な能力とかありそうだしね。はい、その時のためにとっておくたちです。ミラーエキスとか一個も持ってないからよくわからないし、敵の名前とかもよくわからないし。モリモリですには笑ったけど、ただ謎解き要素がプラスされたようで楽しいんです。自分で推理しながらちょっとずつ分かっていく過程がたまりません。なるほどね。なのでこうやって分かりづらいのも悪くないなぁと今は思ってます。前文字が全く読めないゲームもありましたもんね。あったあった、謎解きメインのね、かわいいキツネくんが主人公の。はい、あれも新エンディングまで個人的にはやりましたが素晴らしかったです。なぜ逃げる？何かあるんですか？あ、たまたまか。登れないね。覚えておこう。たまにガードを破壊できない時があるな。タイミングが悪いのかもね。そっか。ふう、回復が多いからかダメージは大きいんですよね。そうね。この先がさっきのアイテムですよね。そうだ、これ間違って右に降りちゃうと面倒なので、アイテムを落とさないようにこっちに立つか。いいね。後組を使ってみますか。やっぱり。え、なくなっちゃったけど。これが敵を倒すとどうのって書いてあったような。あの赤い組を取ると回復するのかな。多分ね。ただほんと緊急用でしょうね。回復量はビビたるものでしたし、これがすぐ戻らないとなるとそう頻繁に使えません。これで入り口のショートカットが開いたのね。一度セーブに戻ってもいいのかもしれません。ただ敵が復活するであろうから進んでしまうのもいいかな。ピンポイントで当ててくるなぁ。あ、ほんとだ、グミを取ったらほんの少し回復した。あれだけ。これってヒナが帰ったんじゃなくて割られたのか。お、あ、左って言ってくれてるんだ。教えてる。なんだ、最初の子は草で全然見えなかったんですよ。そういうことだったのか。絶対重要な場所だよね。枯れている？かわいすぎるでしょ。カカシのふり？一部始終見てたから関係ないのに。え、何をしても動かないの？何をするつもりよ。何もしませんよ、ベタベタ触るだけで。それがアウトだって言ってんの。あ、ごめん。
ちゃんと痛がってたよ。まさか当たるとは。いつもなら破壊するまで当て続けるとか試すんですけど、この子にはさすがに無理だな。本物のカカシならね。嫌われたくないし、フラグを降りたくないからやめておきます。何が起こるのか気にはなるけどね。試したい方はご自身でお確かめください。まあボスだよねー。卵を守りに来た。そんな感じです。うわー、引き込まれる。ひー、最初にしては強いね。ダメージがまだ少ないから助かってます。狙ったのに当たらないだと意味ない。ああ、そうだ。着地で衝撃波ね。それからディアブロスト。ちょっと。全然当たらないじゃない。来てくるわけじゃないのか。なぜか強攻撃が暴発した。なんか鏡が割れるみたいな画面になってるね。ほんとだ。プレイ中は全く気づいてなかった。これが意外に気づかないものです。ふう、危なかった。あ、取れてよかった。何ふかしそうだったの。その音なんだ。よく見る敵と似てるけど。噂ですか。でも誤解が解けたようだね。よかった。
え、何これ。ミラーエキス。え、こういう感じなんだ。もしかして使い魔みたいな感じ。装備できるって言ってるしね。パッシブとフィーバーですか。しかも好感度まである。使い魔のレベルみたいなことかな。歌を歌ったりします。どうかな。つまりパッシブでたまに回復を出してくれて、フィーバーすると敵を倒すだけで回復するようになると。なるほどね。もちろん装備しない理由がありませんね。光の衝撃っていうのが例のスプラッシュだろうな。貫通するけどダメージは半分なんだ。え、ってことはこっちの光の置き劇みたいに書いてあるこれも同じようにスプラッシュのことを言ってるのかな。全然理解できなかったけど、それならわかる気がする。何のことを言ってるのかわからなかったからね。でもこのキノコが優秀すぎるんだよな。強化するならあのキノコかも。邪魔するなって言われたけど。ロールマンタっていうのね。お母さんだったんだ。なんかごめんなさいね、激しく攻撃して。必死だったのね。こちらにその気がないとかわかりませんもんね。なぜ攻撃した。もしかしてワープ。あ、なんだそっち。後を追うのは次回にしましょうか。そうですねー、次回はまずここからずっと上に行った右に、まだ道が残っていたと思うのでそれを確かめましょうか。そうだね。その後今の道を進んでみましょう。どうやらあの子の故郷があるようですよ。そうなんだ。ということでぜひ次回もお楽しみに。ノッタン。また見てくれたら嬉しいな、ノッタン。